はい、どうも皆さんこんにちは。本日もダイパリメイクやっていきたいと思っております。で、今日のテーマなんですが、とあることについて話していきたいと思ってます。まあ、とあることというか、とあるアイテムか。で、そのアイテムっていうのが今までのポケモンではすごく重要なアイテムでした。では具体的にどういったアイテムかというと、進化の軌跡、皆さん聞いたことありますか？まあ、具体的には XY であったりとか、ソードシールドであったりとか、そういった過去の作品では当たり前のように登場していたこの進化の軌跡なんだけど、この進化の軌跡っていうアイテムを持たせると最終進化前のポケモンに効果があるんですよね。具体的な効果としましては、なんとね、防御と特防がそれぞれ 1.5 倍になるアイテムなんですよ。なのでポケモンによっては最終進化前と進化前で種族値がひっくり返ってしまうっていう、そういったものすごいチートアイテムだったわけなんだけど、残念ながらですね、ダイパリメイクでは進化の軌跡がないことがほぼ確定しました。まあ、これっていうのはほぼほぼ確定かなと思っていて、まあ、最初はですね、隠しアイテムとしてどっかにあるんじゃないかなと思っていたんですが、ただこのダイパリメイクも発売してから1週間経ったということで、いろいろ情報は出てきてるんですが、現時点で発見が確認されてないんで、隠しアイテムとしても多分存在しないっていうことがほぼ確定なのかなと思ってます。いやー、まさか出ないとはね。進化の軌跡、ラッキーが泣いてるよ、マジかよみたいな、まあそういった形ですね。ちなみに進化の軌跡なんだけど、当たり前の話なんですが、進化しないポケモンに持たせても全く意味がありません。あとは最終進化のポケモンに持たせても全く意味がありませんね。ですので最終進化前のポケモンに持たせないといけないっていう形になりますね。なのでまあ結構特徴的っていうか、トゲがある割とパンチが効いてるアイテムだったんだけど、それが今回ないみたいですね。なのでこれがないことによって戦略っていうのが結構ね、剣盾から変わるのかなと思いました。特にポリゴン2とかめちゃくちゃ流行ってたけど、多分ポリ2使う人っていないよね。奇跡持ちポリ2みたいな、あれ結構優秀だったんだけどさ、そう思うとやっぱり剣盾と比較すると対戦環境っていうのが割と変わってるのかな。まあそういった印象を受けましたね。はい、まあそんな感じでございます。まあ今日はですね、どちらかというと情報共有動画になったのかな、これは。うん、まあ情報共有動画になったと思うんですが、まあどちらかというと情報共有動画だったんですが、皆さんいかがだったでしょうか。これからも継続的にポケモン動画投稿していきますので、もしよろしければこれを機会にチャンネル登録して、これからも動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いします。おそらくポケモンやってる方であればチャンネル登録しておいて損はないんじゃないかなと思いますね。はい、ということで進化の軌跡について今日は語りました。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、じゃあね。